ロイコのストック化は、ラクトバシラス木に属する、グラム養成菌のトガである。代表な属には、フラクトバシラス、ルコネストック、イナコッカス及びワイセラが含まれる。これらの3つの属に属する菌は、ヒガホウ形成、球菌、または肝菌、イヤケ性、または通性嫌気性である。このトガに属する菌は、通常、牛乳、肉、野菜類、 発酵飲料などの栄養豊富な食品環境に生息している。乳酸はその特徴的な炭水化物代謝のヘテロ発酵での主な最終産物である。ロイコのストック化の系統発生が最近調査されている。2020年に乳酸換金化に統合する提案がなされている。ビュールクロス J &W ホールザプフル2006ゲネラルコネストックイナコッカスアイセラ P267 から319インエムド・オーキンザ・プリカレオーツ A ハンドブックオンザ・バイオロジーオブ・バクテリアファーミキュツシアノバクテリアボリューム4サード・エドスプリンガー・バーラグニューヨーク NY、チーロ・アイムゼゼールテンベイド・アールコングルエンス オブエボリューシ i ナリーリレーションシップスインサイドザ、ルコネストクイナコッカスワイセラクレードアセストバイファイロジェネティックアナリシスオブザ 16S ルナジーンドナジャイロブルポックドナック INTJ シストエボルマイクロビアル2007フェブラリー57 276から86プミ、um、ド17267964ありがとうございます